よろしくお願いいたします。ユナイト&グローの代表を務めております須田と申します。大阪の皆様、今日はぜひユナイト&グロー4486を覚えていただいてお帰りいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。何の会社かっていうとですね、先ほどの話のようにこう製造業だとかですね、大変楽しいですよね。技術の話とか部品の話とか製法の話とか、そういう話が全くなくてですね、人間の会社でございます。人間が、たくさんいるんですけれども、これからもたくさん増やしていくんですけれども、その人間が何をやるかと言いますと、中堅中小企業様の発展成長を支えるための専門的人材の、集団を作ろうということでやっております。特に力を入れておりますのが、会社の中で活用する、IT 情報システムの活用を、中堅中小企業様の中で、ひたすら推進していく、そういう専門人材の会社というのをやっております。人と組織を強くするというのを、ミッションと、当社の、目指す役割と、しているんですけれども、一人一人の、当社の中で頑張っている人材を、強くして、そこの強い人材がさまざまな中堅中小企業に出かけていって、お客様の会社を強くする。今時、どんなビジネスをするにもですね、IT、情報システムの活用っていうのが、全ての企業の、足腰の部分、一番大事な、下地になってまいりますので、ここをしっかりとサポートすることで、たくさんの中堅中小企業を強くしていきたいと、いうことでですね、これをミッションと定めております。黒いところにありますように、やっていくことは中堅中小企業のコーポレート IT 部門、これ最近の言い方なんですけれども、昔で言えば情報システム部門、もっと昔で言うと計算室とか電算室とか言っていたんですけれども、最近はコーポレート IT 部門と呼んでいます。この課題を解決するための人と知識のシェアリングカンパニーという謳い文句でビジネスをやっております。ビジョンとしましては、中堅中小企業のコーポレート IT 部門に最も影響力のある会社になりたいということでみんなで頑張っております。その際にですね、とても大切になるのが、みんないろいろな企業さんに分散して、訪問しておりますので、日常的にはバラバラな感じになります。その、人材がですね、お互いにつながり合って、あっちでこういう経験したよ、こっちではこういうことで困っていたよということを、情報交換いたしますと、いろいろな中堅中小企業がチャレンジした、その経験が、知恵になって、その知恵を交換することで他の企業さんをさらに助けられるということでですね、お互いが、離れ離れなんですけれども、つながり合って、そして成長を志向してですね、頑張っていくと会社の価値が上がる、結果利益も上がって給料も増える、株主様にも、たくさんの還元ができるということで、つながり合うこと、そして成長を志向し続けることが、重要だということでですね、このつながりと成長っていうのを会社の価値、コアバリューとしております。そこからですね、初めは違う会社名だったんですけれども、これは本当に重要だということで、つながりと成長を、カタカナにしまして、ユナイト&グローという会社名となっております。現在、18期でございます。私どもが得意としております、技術ですね、これ何かっていうと、このつながり合って、お互いが情報交換をしたり、適切な人材が適切なお客様先に、出向いていく、そういったですね、一言で言うとシェアリングをするっていう感じなんですけれども、このシェアリングの方法を人間同士で、編み出しまして、仕組み化して、これを会社の文化にしてます。これが最大の強みとなっており、お客様に大変喜ばれているので、これ一言で何か言えないかなということで、シェアードエンジニアリングと、独自に名前を付けたんですけれども、これが私どもの基盤となる、技術、テクノロジーでございます。人間同士のみならず、これを仕組み化してシステム化して、そのシステムの上で全員が動いていると、いうことで、様々に研究を、しております。
シェアードエンジニアリングの会社でございます。2005年に創業いたしまして、もう少しで20周年となります。先ほど申し上げたコーポレート IT、 昔で言うと情報システムっていうことなんですけれども、最近これに新しい名前がついております。コーポレートエンジニアという職業名なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。まだご存知ないかと思います。私どもはこのコーポレートエンジニアっていうのに着目しておりますので、これはこれで一つの専門職でございます。なんで新しい名前がついたかっていうことなんですけれども、昨今の企業では製造業でも運輸業でも通信サービス業でも病院でも学校でも必ず IT を活用しています。で、なおかつですね、この IT で初めのうちはなんかこうスマホで使うアプリを作ろうとか、インターネットのウェブサイトでお客様に物を買っていただいたりサービス使ってもらおうってことでそういうものをこさえたりしてですね、そのうちにこれは他人任せじゃダメだなってことで自分たちの中で IT エンジニアを雇わなきゃいけないっていうのがだいぶ進んでまいりました。これを、IT エンジニアと呼ぶわけなんですけれども、一方でですね、ウェブサイトを作ったりアプリを作ったりっていうこと以外に会社の中の経理、財務、人事労務、そしてお取引全般に関しても IT 化が必要なんですね。で、この分野で IT を活用する人たちはアプリを作ったりウェブサービスを作ったりするんではなくて、会社のビジネスを下支えするために IT を活用する、そういう専門人材なんですけれども、これかなり性格が異なっておりまして、一般的な IT エンジニアっていうのは、どっちかっていうと静かな人が多いです。それからどちらかといえば、技術をひたすら追求していって、何かものづくりをするっていう、人材なわけですね。で、多くの方々は、大手企業の案件で働いております。実は日本を支える大手企業の、どっかで IT 人材が働いているっていうのは多いんですね。で、それと全く別に中堅中小企業でシステムを活用しようということで働く人たちはどちらかっていうと静かな人では役に立たないです。社長にも営業部長にも製造現場のいろんなうるさい方々にも積極的に話を仕掛けて、どういうふうに IT を活用すれば我が社が発展するのかということを一緒になって議論するような人材でないとなかなか役に立てないということで、コミュニケーションが得意な、また技術を追求するというよりかは、ビジネスをどうやって発展させようかなということを幅広く考えているような、IT に詳しい人というものが必要になってきて、だいぶ性格が異なっているし、学ばなきゃいけない中身も全く違っていると、いうことで、この人たちを何と呼ぼうかということが、だいぶ世界では議論になりまして、これはコーポレート IT 人材って言った方がいいねと。コーポレートって会社って意味ですね。会社のための IT を推進する専門職をコーポレートエンジニアっていうふうに呼ぶようになってまいりました。日本でも外資系の IT の会社などではですね、普通にもうコーポレートエンジニアって呼んでおりますし、また会社の中の情報システムを推進する部門の名前もコーポレート IT 部門って呼ぶように実はなってきておりまして、ここにですね、私どもは特化して人材を集めて成長させているということでございます。このコーポレートエンジニアというのはですね、大変膨大な知識が必要となります。どうしてかっていうと、単純にアプリを作るんではなくて、さまざまな部門、また外部の協力会社と対話をしまして、一体全体どういう IT をいつ何時どのくらいのお金をかけて社内に取り込めば我が社が発展するのかなということをずっと考え続けて、全ての部門の利害関係者とも協議をして、そして強く推進していかなければいけません。もう勉強しなければいけないテーマが多すぎて、どこから手をつけたらいいのかわからないっていうぐらいな状態になりますので、実はほっとくとですね、病気になりやすいです。非常に受けていただいてありがとうございます。
実際本当に、病気がたくさん発生しておりまして大変心配で、本当は明るい人材で、非常に前向きだったのに、頑張りすぎてある時から会社に来なくなっちゃったとか、なんか急に不元気になってしまったとか、まあ、一旦人間ってそういうふうになりますとですね、本当に普通の人間に戻るのに3年も4年もかかってしまうということでですね、大変気の毒で、私もこの会社を始める前にそういった人材も何人も見ておりましてですね、これなんとかならないのかなと、本当に大事な仕事をしているし日本の中小企業を支える、極めて重要な職業であるにもかかわらず、まあ、不元気になってしまったりとか、退職してしまったりとかっていうことが後を絶たないものを見ておりまして、なんとかこの問題を解決したいということで実は会社を作ったという経緯がございます。私どもの人材は、やる気にあふれていて、技術知識もありますが、こうちょっと真ん中に書いてあるんですけれども、IT 業界全般の知見も高めていき、さらにこれはビジネスのための IT ですから、ビジネスっていうものに興味関心があると、いろいろな、業界にも、大変興味深くて、医療のことを手伝ったと思えば次は飲食店チェーンだな、その次はコンサルティング会社だな、さらにその次は投資会社の IT もやってみようなんていうことでですね、次から次にさまざまな業界の IT を手掛けることで、知識能力を高めていく。でそのためには下に書いてありますが、サービス精神がとても大事です。課題解決力とか、そして体力、知力、人間力が要求されてくるということで、日本のですね、こういったしっかりとした良い人材をこの分野にどんどん投入して、で成長し、また報酬もたくさん得てもらって日本全体を良くしていきたいと、まあ、こういうふうに考えております。まあ、考え方はもしかしたらお褒めいただけるかもしれないんですけれども、これ全然儲かりませんでした。2005年に単独の会社として創業いたしました。で、勢いつけてですね、まあ、人材も集めたんですけれども、全然売れないと、そして、後から少しご説明しますが、働き方が非常に複雑なので人材が時間として余ってしまう。100時間は売れたんだけど50時間余ってしまって今日は暇ですってなってると結局赤字が累積していってしまうということで、まあ、途中に2008年のリーマンショックもあった関係もあるんですけれども、5年間赤字の状態に苦しめられながら会社を立ち上げてまいりました。でその間にですね、ただ幸い赤字っていうのは大チャンスでございまして、いろいろな実験を繰り返す中でどうやったら利益が残るのかな、どうやったら人間が成長し続けられるんだろうということで、さまざまな仕掛けをこの間に開発いたしまして、それが2010年にやっと黒字になりましたが、同じ売上高でもさらに収益性がどん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 上がっていくという仕組みにたどり着くことができましたのはこの赤字期間のおかげでもあったなと思っております。最近はこの仕組みがですね、きちっと回るようになってまいりまして、2019年に東証マザーズに上場し、その後もずっと成長を続けさせていただいております。私どもの、まあ、ビジネスモデルということで言えばですね、人と知識のシェアリングそのものが、ビジネスモデルだと考えております。これをですね、シェアード社員と名付けました。シェアード社員は登録商標にもなっております。私どもの正社員、無期限雇用をした人材をですね、長期的に育成をしながらさまざまな企業様にシェアリングしております。単純に人間だけを提供するんであればこれは労働者派遣業という感じになりますけれども、そうではなくて、まあ、派遣の、ライセンスでもなくですね、私どもの人材がお客様先に出向いた上で自らの意思と判断で仕事の中身を決めさせていただき、またどの会社にどのくらいの時間関わると良いのかな、どの会社にどの人材が行けば良いのかなということも自ら決定をしてですね、知識と時間をシェアリングしております。これ実際働くとどんなイメージになるかというとですね、こちらの図にちょっとサンプルがあるんですけれども、まあ、人間がここに9人いたといたしますと、
この9人でそれぞれの会社に張り付いているわけではないんですね。 A 社さんには1番、2番、3番の人材が現在出かけていっております。そして B 社には4番と7番の人材が出かけていっておりますが、ちょっと図が見にくいかもしれませんが、E 社にはですね、同じ5番の人材が、他の企業様にも同時に担当していたりとか、3番の人材も2社同時に行っているということで、まあ、私は月曜と火曜はこっちの製造業さん、水曜と木曜はこちらの病院さんなどとですね、自分自身の時間も分割してご訪問しています。また例えば3人組だったとしても、3人が毎日同じ日取りでですね、3人ドンと言ってるわけでもなくって、月曜火曜は A さんだけど水曜木曜は B さんが来てるみたいになります。この状態が現在250人の従業員がおりますので、まあ、現場に行ってる人材は210数名ですけれども、でほぼ同じ数の企業様をお助けに行って、おります。まあ、簡単に言いますと、250人いたとしたら250社ぐらいのクライアント企業様がいて、そこに平均では3人あるいは 3.5 人ぐらいの人材が関わりを持って、非常に複雑に組み合わせを作っていると。またお客様の課題がどんどん変化していきますので、この組み合わせも 2,3 年でどん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 入れ替わっていくというような形になります。まさにカオスみたいな感じになるんですけれども、このカオス状態がお客様には大変喜ばれます。また人材の成長にとっても、まあ、想定外のことが常に起こってきますので、大変刺激に満ちていて、楽しいです。で、一方でこれをビジネス化しようとしますと全く儲からなくなります。なぜかっていうとですね、人間の時間ってそんな都合よく 100% 常に売れるわけじゃないわけですね。お客様のニーズにも合わせていきますから、余った時間というのが発生します。しかし、大切な従業員ですから、時間が余ろうが何しようがしっかりお給料は払います。そうしますと余った時間分が赤字になって、ビジネスとして成り立たないと、まあ、いうことで、実はこの方法で大規模化しつつある会社は我が社しかございません。日本全国同じことをやっている会社が一つもないと、まあ、いうことで、ここが私どもの、まあ、差別性にもなっているということになります。ただですね、昔からこの働き方がどこにもなかったかっていうと全くそうではなくて、まあ、昔からあるような経営コンサルティング会社、あるいは監査法人、弁護士法人などはですね、似たようなことをやっております。またお金のいただき方も非常に似ていて、まあ、準委任契約と申しますが、顧客の課題をお聞きした上で、自らの判断で仕事の内容や進め方を取り決めて、そのサービスをお客様に提供する。これは弁護士でも経営コンサルティング会社でも監査法人でも同じなんですけれども、この働き方を今申し上げたような、侍業、資格を持っている方々ではなく、普通の日本人、普通の、働く人、若者も含めましてに、拡大したのが、新しいということで、ございます。どうでしょうか。最近は、まあ、10歳20歳年上の上司が、年下の部下に朝から夕方まであれしなさいこれしなさい、それはこうした方がいいよ、こうなった方がいいんじゃないのってアドバイスができるのかというとですね、かつてはアドバイスができたので上司部下の関係は大変重要だったわけですけれども、最近は技術の発展が凄まじい勢いで、あります。 IT も含めますと、もう次から次に新製品新技術が登場して、まあ、20歳年上の上長がアドバイスできることっていうのはですね、もうほとんどないです。なんか生き方とか人間関係づくりとか、人としてどうなんだっていうところはもちろん先輩の方が、経験を積んでいるわけですからいろいろと話が聞けますが、具体的な仕事内容になってくるともう分かんないから自分で決めてくれとしかもう言いようがなくなってきたのが現代だと思います。そんな中ではですね、旧来の派遣業のような働き方、指揮命令を上長が行うというのではもう役に立たなくなってきておりますので、
若い時からですね、経営コンサルタントや弁護士と同じように自分の頭で考えて仕事を設計し、それを周りの人たちにも伝達をしながら推進していくというのが、もう大学出た後すぐ新卒1年目からですね、普通の人材にとって必要な形になってきたということでですね、この新しい働き方をまたどんどん拡大していくというのが私たちのビジネスモデルになっております。まあ、そんなことでですね、少しこの当社の特徴と強みについてまとめさせていただいておりますが、大きくは4つございます。1つ目はですね、中堅中小企業、特にその中でも成長著しい企業に最適化された、料金体系、人材育成、などですね、ビジネスの仕掛けが出来上がっているということで、私どもでは大手企業の案件は全て断ってしまいます。だいたい1000人ぐらいまでの中堅企業様ですね、下は50名くらいから、上は1000名くらいまでの成長著しい、こういった場によくスピーチで登場するような企業様が実際上の主たるお客様なんですけれども、ここに特化することでですね、人材にとっても非常に刺激的な学習の場が提供できているというのが一つ目になります。また二つ目に、シェアリングゆえの効率的かつレバレッジの効いた収益モデルと、ちょっと投資家様向けにですね、少しカッコつけて書いておりますが、シェアすることによってこちらの企業様で体験したことが即座に次の企業様に供給できて喜ばれる、そしてまたこちらの会社で体験したことが次の担当のところに行ったらまた使えるので、人材としても大変やる気が上がってくるということで、なおかつですね、この効率的かつレバレッジが効いているというのはどういうことかと言いますと、時間を短くすればするほど値段が上がっていくというところに実は収益の基礎となるところがありまして、なぜかといえば、便利だからということですね。私どもですね、この人不足の時代に人間の持っている時間をどん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 分割していって、それを中小企業様に細かく細かく販売していきます。これ誰かがコントロールしてるんじゃなくて、働く人材が自ら自分で決めて自分を小売りしていくんですけれども、そうするとですね、値段がどんどん上がっていくという料金体系になっておりまして、これが収益性を高める鍵になっています。でこれを誰かがコントロールするんではなくて自分で決めていくと、3番ですけれども、権限移譲する、そして現場主義で仕事を推進していく、これによってですね、高い社員モチベーションが生まれております。新卒1年目で入社してきても、コンサルタントの方々はもともとそうだと思いますが、もう初めから自分の仕事は自分で見つけて、でどのように働くかも自分で決めて、何を勉強するべきか、お客様にどういうことをなすべきかということも自分で決めてくださいと、そういうような教育方針で新卒1年目から育成をしております。これによってですね、それだったら楽しいなという、若者が次から次に集まるような状況までなってまいりました。結果ですね、4番ですけども、この同じようなビジネスはなかなか真似ができないということで、エントリーバリアになっていると、競合他社がなかなか現れてこない、そのおかげで、定価販売がしっかりとできていると、いうことでございます。こんな真面目な話を続けて大丈夫なのか心配になってきましたが、もうちょっと説明をいたします。どのくらいこのビジネスが広がりを持つ可能性があるかということですけれども、日本国内の中堅中小企業で私どものターゲットになる企業様は現在50名以上1000名未満ぐらいとしております。これは従業員が全員でだんだん知恵とか高めていきますし、給料もどんどん上がっていくので、最終的にはじわじわと、もう少し大型の中堅、クラスのですね、クライアント増えていくだろうとは思いますが、現在ここをターゲットとしております。国内全体では、約10万社近く、ございます。その中でですね、当社の顧客は、全体では217社、特にこのターゲットのところに限定いたしますと160社ということで、こういったメンバーがですね、こういった企業様を大体企業数と同じぐらいの社員数でお助けしております。
ということは、まあ、2000社を助けようと思いますと2000人が必要になると、まあ、いうことで、まだまだですね、全体のマーケットの、まあ、1% にも満たないところしかカバーできておりません。おかげさまで、現在は全く営業活動はしておりませんで、お客様は自然的に増えております。他に他社がない関係でですね、口コミで、聞きましたということで新たなお客様が集まってくださると、まあ、いうような状況ですので、大きな成長ポテンシャルがあると思っております。全体では、まあ、トータルアクセシブルマーケットとしては1兆円ぐらいの、マーケットがある中で、まあ、まだまだ私ども30億円ぐらいの企業でございますので、大きな成長可能性があるなと。なおかつ、競争が非常に少ない領域で、まあ、展開できますので、大変、ありがたいことだなと思っております。成長戦略といたしましては4つございます。1つは、首都圏エリアに当面は、成長企業、特化してですね、集めております。すいません、まだ大阪全然展開できておりませんで、まずは東京で、一定規模、しっかりと実現して、それからまた全国の都市にも広がっていきたいというふうに考えております。もう一つは、アメーバ戦略なんですけれども、だいたいその人の集まりが中小企業様を上手にサポートできる、なおかつそれを自分たちで自ら決めていけるような仕組みというのは、まあ、80名くらいの社員が80社ぐらいをサポートしているとき、まあ、全員がしっかりとつながりを維持できて、また自分たちの判断で、全ての人材がうまく売り切れる状態を作れるというのを実験結果上、見ております。で、現在はこの、一つの集団がですね、4事業部にまで分かれてきておりまして、この図では3つなんですけれども、実際は4事業部まで今分かれた状態で、それぞれ顧客企業を閉じた状態でサポートをしております。で、この仕組みが今後もですね、拡大していけば、250人が1000人、2000人と増えていっても大きな問題は起こらないというふうに考えております。3つ目が、ノウハウをさらに深めていくということでございます。当社の中に、まあ、4年ぐらい前からユナイト&グローですので略して UG で、 UG アカデミーという、まあ、学習推進の組織を作りまして、さまざまなカリキュラムを、構築いたしました。現在は新卒、入社の社員に実際に現場に行きながら、なおかつ社内大学の、カリキュラムでも学んでいただいて、まあ、成長をさらに加速させると、まあ、いうことが、だいぶルーティンになってまいりましたので、今後もですね、この社内大学をしっかりと発展させていきたいと思っています。これを適用していくことでですね、かつてよりも現在の方が成長スピードが上がり、お客様からいただける単価が高まったという実績が出ております。そして最後の戦略ですけれども、特化型事業を今後いくつか立ち上げていくということで、縦軸と横軸の両面でサポートをしていきたいと思っております。先ほどの顧客別にスタッフが集団を作ってお互いで助け合いながらサポートするというのが縦軸になるんですけれども、ここに横軸を組み合わせまして、より深掘ったテクノロジーを提供していこうということで、子会社でありますキャッシュレスセキュリティのコンサルティング会社もそうなんですけれども、現在はコーポレート IT のシステムを構築する内製開発支援、まあ、システム開発をする専門部隊ができたり、またオンラインナレッジ事業を提供したり、その後もですね、インフラストラクチャーとかさまざまなテーマで専門部隊を作っております。まあ、こういった工夫をすることで人材の成長を常にこう持続させながら収益性も高めて成長を実現したいと考えております。2033年までにこの主力事業でありますコーポレート IT の総合支援サービスを拡大させることを中心にして、特化型サービスや新規事業も立ち上げ、1000人規模の企業体を作っていくと、このように考えております。基本的に当社の売り上げは人間が増えると
クライアントさんは自然と増えますので、人間が増えると売り上げが増えていく。またその中でシェアリングが常に行われておりますので、知識能力が高まって単価もさらに上がっていくと、まあ、いうような循環でございます。あまり売上のアップダウンとか利益のアップダウンがない事業でございますので、驚きにあまり驚きがあまり多くないという面が投資家の皆様から見てですね、刺激が少ないと感じられてしまうかもしれないんですけれども、安定的な成長、安定的な収益に関しては相当自信がございますので、ぜひご支援をいただきたいと思っております。最後に2023年の見通しでございますが、期初に計画いたしました売上利益とほぼ同額の結果が出ると見込んでおります。売上高は26億7600万円の予想です。当期利益は2億7600万円を見込んでおります。セグメント別の見通しについてはお配りした資料の通りでございます。今年の振り返りなんですけれども、四半期ベースの売上高で見ますと、第3クォーターが、まあ、急に売上増えているというふうに見えているかと思います。これは人材の採用が今年度はかなり、まあ、計画通りうまくいったということが最大の理由でございます。一方で年の前半はですね、少々苦労いたしまして、やはり去年度までの、コロナ禍ですね、その中で採用した人材についてはどうしても採用がオンライン採用、研修もオンライン研修、お客様先に出向いていきたいんですが、それもかなわず、オンラインで働くということに、まあ、3年間近くなってしまいました。その関係でどうしても人と人との関係が薄くなってしまったり、まあ、十分な教育が施せなかったり、まあ、しましてですね、そういった人材を、一部引き止めることができずに、あるいは自宅でずっと働いておりますと最初は楽しいんですけれども、結局病気になりがち、ということで元気を失ってしまったりということがあって、一部人材が退職率がちょっと高まってしまいました。その関係で前半戦相当苦労いたしましたが、おかげさまで、まあ、コロナも明けまして積極的にお互いがあって、会話をしたり、お客さんの先に行ってさらに刺激をいただけたりと、まあ、いうような非常にノーマルな状態になりましたので、業績についても上向いたということでございます。私どもがまあ気にしていることの指標の一つは、まあ、稼働率でございまして、この辺もですね、第2クォーター下がっておりますのは、人材がたくさん採用できた、新卒の人材もたくさん入ってきたことによって稼働率が一旦は下がるんですけれども、その人材が現在活躍し始めておりますので、今後も良い結果が出るのではなかろうかと見ております。現在シェアード社員の1時間あたりの売上、私どもはタイムチャージで働いておりますので、弁護士さんと同じように時間で料金をいただいておりますが、こちらについて価格の見直しなども行いまして、今年度の第2クォーターは1時間あたり平均で8928円をいただくことができて、こちらの単価もだいぶ上向かせることができております。第3クォーター下がっておりますのは、新卒のメンバーが稼働し始めた関係がございます。またシェアリング指標としまして、右側ですけれども、1社に対して何人が関わりを持っているかというと、現在平均では 3.43 人が関わりを持っております。また1人が何社の企業様を同時に見させていただいているかというところでは、平均では 3.37 社という形になりますので、まあ、単純には1人で3社担当している、また1社に対して3人が関与していると、まあ、こういったシェアリングを積極的に推進しております。このような活動の中で営業利益については、こちらの図の通りの結果を見込んでおります。また株主還元につきましては、業績に応じて還元をしていくという考えですが、まあ、安定的な株主還元を継続したいと考えておりまして、今年度の配当については期中に一度修正をかけまして、1株当たり22円を現在予想しております。はい、以上が当社の特徴でございます。中小企業のシステム担当者、こちらにもし経営者の方がいらっしゃいましたら、
これ本当に採用するのが難しいです。中小企業というのはやっぱり何かの分野に特化してで光り輝いているというものかと思います。その光り輝いているところに憧れを持って若い人たちが、まあ、入ってくるというのが中小企業でございますので、なかなかですねその会社の専門性と異なっている、まあ、コーポレート部門で IT をやりたいという方はですね、採用したくても、まあ、難しいという現実があります。なので私どもがその代わりに雇用のリスクを 100% 引き受ける形で中小企業でコーポレート IT やりたいっていう方々を集めて育成し、一社ではなく複数のまた集団としては多数の中小企業様を同時に助けることができれば、まあ、日本の中小企業の発展に大きく役立てるんじゃないかなということでこのビジネスを推進しております。これからもですね良い人材をみんな大企業に行くんではなくてぜひ中小企業で頑張ろうじゃないかということでお声掛けをしてたくさんの人材を成長させていきたいと考えておりますので、ぜひご支援いただきたいと思っております。以上で説明を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこのようにですね、会社の皆様まず離職率についてですけれども、ならすと 7% ぐらいでございます。一番低かった時が 5%、 一番高かった時が 12% ぐらいで、まあ、ずっと統計を取っておりますので単純ではないんですけれども、まあ、ならすと 7% ぐらいに常に、抑えていきたいと、まあ、いうところでございます。また採用については新卒採用と中途採用両面作戦でこれからも変わらないと思っております。やっぱり他の会社で体験をしたっていうのも非常に役立ちまして、普通の会社開発会社だったらこうだったんだけどユナイタンドグローだと違うなとか、普通の、まあ、システム、のですね中小、例えば中堅の、発展著しい会社の情報システムの責任者さんだったんだけれども、さらなるキャリアアップを目指してユナイテッドグローに来ましたというような人材もいるので、これからも中途採用も積極的に行いますし、また新卒採用も行っていくということになります。で、実際1000人に増やせるのと、あるいはその手前でまず500人できるのということですが、まあ、単純にこれ自信がある程度あるのでこういうふうにもうお出ししてるということでは、あります。採用の仕方に、まあ、ウルトラCみたいなものは実際上ありませんので、もう常に、まあ、最高の良い採用の仕方はどういう方法だろうかというのを工夫して、まあ、年中無休で、まあ、採用活動を行っておりまして、これがまた一つの強みになっております。一方でお客様先あるいは他の人材派遣会社にはどうしても採用できない人材の集まりが実現できているので、一切新規営業開拓をしなくても顧客が、まあ、捕まるという、まあ、ような状況ですので、これは継続したいと思っております。ただここの3年間は結構苦労しておりました。やはりオンラインでしか会えない人材とですね、要は膝つき合わせて喋って成長できる部分が全くご提供できなかったので、良い人材育成がなかなか難しかったと、まあ、いうことです。これがコロナが明けまして今年だいぶ好転いたしましたんで、人材の採用についても世の中全般では人不足でありますが、当社の方では良い人材が取れたなというところでございます。一方でそれだったらもっとアクセル踏んで3倍4倍5倍の人取ればいいんじゃないというご質問があるかと思うんですけども、これはしないようにしております。どうしてかと言いますと、このシェアリングというビジネスモデル全体がですね、やっぱり企業の風土、お互いがこっちが常識だよね、こうやった方がよりいいよねっていうふうに考える、その考え方をシェアしている、まあ昔の言い方で言えば企業理念をシェアしている、お客様に対する姿勢についてお互いで教え合って高め合っていると、まあいうですね企業文化が実は競争力になっておりますので、これを維持することができるのは現在のところ毎年 15% ぐらいの人材の増加が適切だと考えていまして、まあ、品質を落としてしまいますと一瞬はいいことあるかもしれないんですが、3年後5年後には悪いことだらけになると、まあ、いうふうに考えておりますので、
今後ですね、株主の皆様にお約束するとしましたら、これからもずっと 15% ぐらいの人材の増加を、まあ、し続けますということになります。まあ、7% の平均で離職率がございますので、実際上の採用数はもっと多いです。やっぱり若者でですね、3年間頑張ってみたら自分の適性が違ってたということで、他の業種に転職する人材とかはどうしても出てしまいますので、 7% をゼロには、まあ、できないわけなんですけれども、そうすると、まあ、20数%、人材を増やして、まあ、7% 程度の人材が毎年卒業していくと、まあ、いうことで、こういったサイクルの中でですね、しっかりと良い人材の集団を維持し続けたいと、考えております。はい、新人教育については、一般のエンジニア会社でしたら技術を教えるという感じになるかと思います。で、私どもの場合は、まあ、技術も確かに教えるんですけれども、それぞれの中小企業さんで実際上使っている IT の製品はみんなバラバラになっております。そして、どの程度の予算があって、どういう事業内容だから、あ、この IT を使おうという結論が全部、違っております。したがって技術を教えるというよりは判断力を高めていく、あるいは周りの方々に聞いてみるということで、営業部長に聞いてみる、財務部長に聞いてみる、そういう会話の能力を高めていく、ビジネスに対してしっかりと関心を持って自分の責任で仕事を、推進していく、そういったの働き方に対する、まあ、姿勢ですね、これを、教えるというのがやはり非常に大事になってまいります。したがってこの、まあ、UG アカデミーと名付けておりますが、中身はですね、ビジネスを学ぶとか、コミュニケーションを学ぶとか、企業の財務とか会社法について学ぶとか、そして IT 業界全般について学ぶ、そして、それぞれの会社で実際上どんな体験をしているかっていうのをお互いで体験談を、交換して、そこから学ぶっていうようなプログラムになっておりまして、まあ、現在4年目に入っておりますが、3年勉強した人もまた4年目も勉強し、5年も勉強しということで、ずっと続けていくようなプログラムになっております。現在の当社の250名の中で外国籍の人材は十数名でございます。香港、韓国、それからかつてフランスが大勢いたんですけれども、あと中国、カナダで、新卒でもまた中国と韓国から入ってくるというような形で、ただですね、中堅中小企業様向けなんで、国内のやっぱり日本語がしっかりとできるっていうことが採用条件になってまいりますので、初めての日本でそこで訓練をするってことは残念ながらできませんので、すでに日本で活躍している、まあ、外国人材で知識経験がある程度ある人、いわゆる外国の高度人材ですね、そういった方々を採用するようにしております。で、この分野まだまだ大きな可能性あると思っておりまして、まあ、日本はどの分野でも人不足ですけれども、知識労働者においてもやっぱり人不足は変わっておりません。なので、日本大好き、日本語しっかり勉強したい、というですね、外国の方を積極的に招いて育成していきたいなと考えておりますが、日本語っていう問題がやっぱり大きな壁になりますので、そう簡単に外国人がたくさん増やせるということではないですけども、力を入れていきたいと思っております。もう積極的に正直にもうやっていることを全てご説明して、あ、それだったらいいんじゃないかということで買っていただけるような株主の方をですね、とにかく増やしたいと思っております。現在、取引量もそんなに多くありませんので、皆様がですね、また、ご投資いただけますといろいろと動くんではないかなと、思っておりますので、ぜひご検討いただきたいと、思っております。また今までですね、 IR、そこまでなかなか会社の規模的にも力を入れてこれなかったんですけれども、今後ですね、会社の拡大とともに積極的にやっていく予定でございます。ぜひ応援をいただきたいと思っております。